クラウディブ、アンドレイケセルは、ルーマニア・オラデア出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2010年7月、フランス2部のアンジェ・ス・シー・オーに移籍した。3シーズンで100試合に出場し、33ゴールを記録した。2013年7月、フランス1部の SC ・バスティアに移籍したが、16試合1ゴールに終わった。2014年1月、 SC バスティアからルーマニア一部の FC、ステアウアブカレストに移籍した。2014年7月30日、UEFA チャンピオンズリーグ2014から15、予選3回戦の FC アクトベ戦で、UEFA チャンピオンズリーグに初出場、初ゴールを記録した。2014年8月15日、CS パンデリートゥルグ10戦で1試合6ゴールを記録した。 2014年9月18日、UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、グループリーグアブ戦で UEFA ヨーロッパリーグに初出場し、大会史上最短時間でハットトリックを達成した。UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、SSC、ナポリ戦で13分間でハットトリックを達成したスティーブン・ジェラードの記録を塗り替えた。 この試合で FC ステアウアブカレストは大会史上初の1試合6ゴールを記録したチームとなった。2015年2月18日、あるガラファに移籍した。2013年10月11日、2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ D& ラ戦でルーマニア代表デビューを果たし、初ゴールを記録した。ありがとうございます。